山頂で食べれるとは。綺麗だなぁ。これは何やろ。これね、アセリっていう植物なんです。馬が酔っ払う木って書いてアセリって言うんですけど、このアセリがだけが生えてる理由は、鹿がねこの子を嫌いなんです。馬が酔っ払う木って書いてアセリっていうぐらい、この実はねすごく毒素が強いんですね。なので鹿とか馬とかが食べちゃうとこう中毒になっちゃうよっていう木なので、嫌がるので残っている。へー、逆に言うと嫌がらないやつは全部食べちゃいます。あ、そうそうそう。あ、この木だけ。ここだけ。かわいい。日当たりがいい。大きいし日当たりがいい。ここからね、尾根に出ますね。尾根に出て山頂を目指していきます。到着。あ、車でも来れるんだ。なあ。ちょっと残念みたいな。あら。あ、ホテルの方だ。おお。なんと。宮川。おお。宮川がすごく。すごい。あれが宮川。真ん中の青いのが宮川です。宮川。山並みが見えて、その奥が天気が良ければね、伊勢湾が見れます。ここは愛知県セントレアも見えます。このねアウトドアチェアをお一人一つずつお渡しできるので、ここにこのシートをこうやってかけてもらうだけで椅子になりますので、こんな山頂で食べれるとは嬉しい。いいですね。あ、この椅子でカレー食べます。いただきます。うん、美味しい美味しい。この景色最高。
っちり 100%。ちょっと練習してもらえるといいかも。最初のね、踏み込みが結構グワーンってきます。早っ、わ、早っ、ちょっと早い早い早い、これはすごい、気持ちいい、最高、すげー。結構ここら辺道が、これ、あ、これ、これ、アクロ。おお、おお、激坂。スイスイだ。すごいな。あと 0.3 キロ。おお。滝頭不動滝、下り怖い、下り怖い、いいなキャンプエリア。ここキャンプいいな。